谷山緑地は、鹿児島県鹿児島市、谷山地区にある、干渉緑地である。通称、グリーンベルト。1950年代以降の海岸埋め立てによって、造成された、木材、工業団地や、県道モ元鹿児島高線と背後の住宅、文京地区を遮断するための干渉緑地として、1971年に、鹿児島県によって作られた。 東開け町の木材港入り口交差点から南境五丁目の交通安全教育センター前まで長田川を挟んで前日の県道に沿って細長く帯状に広がっている。山桃やマテバシーなどの高木約2700本と京畜等などの中低木約4500本をはじめとして筒子などの低木やヤシの木が植えられている。また、 遊歩道の周囲には8万5000平方メートルの芝が敷かれている。緑地内には遊具施設とトイレが4カ所ずつ設置されている他ベンチや健康遊具なども多数設置されており、地域住民や工場労働者の休憩、レクリエーション、散歩、ジョギング、森林浴の場として利用されている。南北に伸びる緑地を挟んで西側には住宅地が、東側には 工業地が広がっている。ABC 谷山緑地鹿児島県2018年3月18日閲覧。AB 谷山緑地鹿児島県造園事業共同組合ありがとうございます。